白鳥神社本殿白鳥神社は、岐阜県郡上市に鎮座する地名、白鳥の由来となった神社である。社格は9号社。社殿によると、中愛天皇の時代に、この地に1羽の巨大な白鳥が数日間にわたり、上空を待っていた。ある日、森の小に泊まり休んだ後に、1枚の羽を残して、飛び去り、村人がこの白鳥を、 日本穂高ではないかと考えてこの羽を祀ったのが起源であるという。また、養老六年、大長が都から美の国へ入り、白山に帰る途中、現在の郡上市白鳥町、中津屋付近で天空を舞っていた白い鳥が、にわかに降りてきて、新女となり、これより北五十町に霊地あり、必ず仮屋を立つべしと告げ去っていった。 大長はこの地を霊地として白鳥寺を建立、その境内に白山頂上に祭る伊沢並野村を勘定して、白鳥社を創始したのに始まるともいい、時期は不明だが、後に日本穂高と伊沢並野村が合志されたものともいう。身の国掴み妙記に載せ、室町時代の将軍、足利義政の時、当神社永久保存のために、当地の児童刀うとう三桜によって、地 戸田の田七段が奉納された。慶長年間に白鳥寺は廃寺となるが、白鳥社は存続し、開永五年には越前四日野の名称、大久保義郎右衛門の手により現在の本殿が建立された。言い伝えによれば、現在の本殿のすぐ裏に育成していた桂木の巨木唯一本を用いて作られたとされている。彫刻は、尾張の名人、瀬川自助重光の作品である。 明治四年号社に列し、同四十年には、境内社として、稲荷神社が創建された。明治四十年の白鳥大化は、白鳥神社まで襲い、拝殿は消失したが、本殿は、白鳥町二日町の人々の必死の努力と、宿泊中の狩子の活躍によって危うくる衣装を免れた。拝殿は、越前四日野の大工大久保作左衛門が、明治末年に再建したものである。 かつては、神木として、樹齢1300年と推測される欅が存在したが、平成10年に古死してしまい伐採。現在は、切り株のミあルが後世に伝承するため寄進された、城材で混流された鞘堂に祀られている。大宮学本来は9月18日が、霊祭の日である。かつては16.1718日の3日間にわたり、 町内各地、秋葉神社などで奉納されていたが、出演する役者の仕事や、地域の小学校行事の関係により、9月第4、土曜を白鳥神社史学、秋葉神社文学、翌日曜を白鳥神社文学として行われることになった。発祥は定かではないが、明王7年に、神楽が奉納された記録がある。役者は東西呼ばり、天下太平、花穂小太鼓。 あやぼう、ふえ、つずみ、ししとう、かみまいこ、そのたせわかた、ししょう、たいこんがかり、みこなど四十から五十名ほどのごく少数で行われ、古くからの形を今に伝えている。準備は、神社総大、実地会、組長、商工会、白鳥文会、女性の会などの各種団体や依頼を受けた個人が分担して行っている。神事は宮司、 白鳥自治会、その他関係する団体で行われ、白鳥学人会による画学演奏のもと、神社総大の信仰でおごそかに行われる。平成26年から、浦安の舞を奉納するようになった。祭りの最終日の夜、祭りの芸能の一つとして、拝殿踊りが行われる。白鳥神社縁日毎年8月16日の夜に、白鳥神社縁日の一環として、 白鳥踊りが行われる。拝殿踊り毎年8月17日の夜に、東神社拝殿で踊られるもので、拝殿の天井中央に、霧子道路を下げ、夜の8時頃に、浴衣にげたばきの踊り手数人が、板張りの拝殿に上がって、輪になり、その中の一人が歌い出して、踊りが始まる。踊り手は全員で踊り歌を歌うが、曲目は、玄介さん、しっちょい、酔いさっさ。 安さか、えささ、猫の子、どっこいさで、それぞれの歌に応じて、踊りが違う。いずれも三味線や太鼓、笛などの楽器は使わず、下駄で板床を踏み鳴らし、その音で調子をとる。そこに、他の人々も加わっていき、踊りの輪は三重、酔えと拝殿ない一杯に、広がっていく。また踊り歌は、歌い出すものが適当に選び、それに応じて、 他の人々の歌と踊りが続き、午後10時過ぎに終わる。白鳥一帯では、毎年7月中旬から8月下旬にかけて、各地で白鳥踊りが開催され、他の神社などでも、拝殿踊りが行われるが、一説にその原型は、当神社のものであるという。なお、平成15年2月20日には、他の拝殿踊りも合わせた、白鳥の拝殿踊りとして、 国の選択無形民族文化財とされた、岐阜県天然記念物白鳥神社の森岐阜県重要無形民族文化財白鳥の拝殿踊り具城市重要文化財、白鳥神社本殿と彫刻。ありがとうございます。